こんばんは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今日も、今週もですね、ライブ配信を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、ちょっとこんな低い姿勢でやってますけども、今日お伝えするのはこのステッカー、板にね、ステッカー貼りますよーっていう、このステッカーの貼り方っていうのをね、お伝えしようと思っているので、ちょっといつもよりも姿勢低くお伝えしたいと思います。さあ、それではね、ライブ配信の、恒例のまずは乾杯をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では今日は今日のビールはこれ。これね、秋田のね、高橋くんからの差し入れでいただいた田沢湖ビール、秋田芸術村、めっちゃうまそうですよ。はい、ちょっといただいていきたいと思います。せんぬき、あれ、せんぬきどこだった、あれ、さっきまで用意してた、せんぬきがない、せんぬきないと困る。あった、はい。さあ、では開けてみたいと思います。いきますよ、よいしょ、イエイ。さあ、では皆さん、今週も一週間お疲れ様でした。乾杯。すごいね、サクッと飲みやすい感じビールになってますね。はい、では、早速、移っていきたいんですが、ちょっとね、タブレットつながせていただきます。タブレット電源入れてるの忘れちゃった、待ってくださいね。はいはい、オンライン中。今日は、板にね、ステッカーを貼る方法なんですが、ちょっとステッカーもはみ出して貼りたい人って結構いると思うんですよね。板の真ん中にドーンって貼るのも OK なんですけど、板からステッカーをこうはみ出して貼りたい、ただそれで剥がれやすいんですよね、結構。それなので、ちょっとそれの剥がれづらいですよっていう方法をお伝えしようかなと思っていますので、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。さあ、ただいま37名の方ご覧いただいてます。ありがとうございます。乾杯。で、どういう風にね、実際そのはみ出して貼ったらどうなるかみたいなのを見せたいんですけど、これ去年僕貼った板ですね。去年のステッチューブした、おしょ、はい、これ見てください。ドドーンと、これがね、去年ステッカー貼ったやつなんですけど、通常だとこのレイトプロジェクトみたいな感じで板のね、内側に貼ると思うんですよね。板の内側に貼ると思うんですけど、それをこういう風に、このドットラインのステッカーみたいに板からはみ出して貼るっていう方法ね。本来ならこういうドーンと大きいね、ステッカーなんですけど、実際こうやって板からはみ出てるんですよ。こうやってはみ出て貼っても、はい、1年間滑ってもこうやって剥がれてませんよっていうね、貼り方があるので、それをね、お伝えしたいなと思います。ただこれ、ね、絶対剥がれないわけではないので、保証しませんけどね、はい、絶対剥がれないわけじゃないですけど、剥がれづらいっていうふうにね、思ってください。はい、さあやってみましょうか。まずですね、何を貼ろうかな。ちょっといろいろ石灰用意したんですよ。レイトとかレベルとかね、あとダイス、レストラン太郎、あとガリウムと、これちょっと水ですけど、ノースウェーブ、ドレイクも用意しました、はい、あとはパウカントですね。白が多い、ちょっと、ね、黒い板なんで白いステッカーが多いんですけど、いろいろと用意しています。あとドットラインですね、ドットラインも用意しているので、さあどれを貼ろうかな。ちょっと待ってくださいね、よいしょいつも通り段取りは悪いんでね。で、あーっと崩れた、よいしょ、はいはい。まずですね、じゃあどうしようかな。ドンって貼った方がいいですよね。ドンと貼りたいですよね。ドンと貼りたいので、落ちた。
ル逆にしますかね。あのこっちだとロゴがあるんで、ロゴのない方に貼ろうかなと思う。いきますよ、せーの、よいしょ。ありました。で、画面に収まるように、こう見えてますかね、ね、見えてますかね、もうちょっとこうしたら、この辺、見えてますかね、OK ですかね、はい、映ってるかな、いいですね、わかりやすいですかね、ここね、よし、OK です、OK です。で、まず、あのこれは、はみ出す前の根本的なあのステッカーのあのことなんですけども、あの板の場所によって、ステッカーを貼ると剥がれやすい場所っていうのがあります。そこをね、まず押さえて、大切なステッカー、これ剥がれちゃ嫌だなっていう一点物だとかね、買い直し効かないステッカーだとかいうのは、そこには貼らない方がいいですよっていう場所からね、まずはね、お伝えしたいと思います。まずね、あの場所なんですが、これが分かりやすいですね、これ見えますよね、はい、まずこのゾーンです。このゾーン、板のこのギュッと反り上がってるところ、ここのゾーンはステッカーが剥がれやすいです、もともと。で、なんでかっていうと、この部分って板が、まあ、特にグランドトリックとかする人はしなりやすいんですよ、この部分。この部分に過度なしなりが加わりやすい、板の中で。なので、ギュッギュッってしなりを得ていくと、ですね、これ下が板で、これが上がね、ステッカーだと。どうしてもこういう風になった時に、こうやってちょっと外側と内側の距離って変わるんですよ、絶対。こうやってしなりが得た時に、でその時にこの部分がこういう風に常に圧がかかって、外側は長くしなって内側は小さくしなっていくので、どうしてもしなりが強くなりすぎると剥がれやすくなっちゃいます。なので、しなりの多い、しなることの多いこのゾーン、このゾーン、ここですね。このゾーンはもともとステッカーが剥がれやすいと思ってください。なので、大切なステッカーはここにはなるべく貼らないようにする。で、次の剥がれやすいゾーンが、まあ、今日ね、特にあのここの部分をあの重点的にやりたいと思いますが、エッジ際、これ360度、板ぐるーっと全部この部分、板の端っていうのは剥がれやすいです。これなんで剥がれやすいかっていうと、滑っていると雪面からバーって雪しぶきが上がってる時に、実は結構ね、この表面にも雪ってバーって当たってるんですよ。で、その雪のザーっていう圧が下から舞い上がってくるので、この端っこにこうあると、下からパラ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 ってこういう風にね、めくられちゃうんですよね、少しずつ少しずつ。で、こっからペローンって剥がれていて、少しでも剥がれたらここにザーって雪入り込みますから、そうすると一気にスパンとステッカーが剥がれてしまうので、端っていうのはもともと剥がれやすいです。なので、この端に貼るときは、あのはみ出してね、貼りたいなっていう人はよりしっかりと貼っていかないと、大切なステッカーね、買ったばっかりのステッカーだとか、もらった大切なステッカーもペロンって剥がれて一瞬でなくなっちゃいますから、そこ気をつけてあってください、はい。で、あとはね、そうですね、あと経験上剥がれやすい場所って言ったら、板の材質によって、ザラザラしてる表面のやつだとかもありますので、そこはちょっと剥がれやすいかなっていうのがあるので、それは板のデザインによって、見てください。で、最近の板だと、滑走面の素材、ね、滑走面の素材が表面に来てる、表面に使ってる板もあるんですよ、実は、ね、そういうのはステッカーってもともと滑走面には貼ることができないので、そういう素材の表面のステッカーは上に貼っても剥がれます。なので、そこはちょっと、素材をよく見ながら、貼れる素材なのかどうかっていうのをチェックしてあげてください。まあ、ほとんどの素材は基本的には貼れますね。あと、ちょっとFTW でも出してるんですが、僕の乗ってるね、ブランドでも出してるんですが、表面が木のやつ、ね、表面が木の板に関しても、ステッカーちょっと貼りづらい感じ、ね、剥がれやすくなってくる。表面がどうしてもザラ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 してると、こういう面の上にステッカーを貼ることになっちゃうので、空気の隙間がいっぱいある状態で貼っちゃうんですよね。そうするとどうしてもペロンって剥がれやすいので、できればこういう面のところにペタッと
貼った方が剥がれづらくなりますから、そういう素材の時はちょっと加工をしてからね、貼っていくと剥がれづらいかなっていうのがありますので、よくチェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、では実際大きいの貼りますかね。大きいの貼りましょうかね。はい、ドーンと。どうかなって、あ、これあのステッカーの貼り方じゃないですけど、貼る順番としていきなりドンって1枚ちっちゃいのから貼らない方がいいです。でこれはね好みですよ、好み。絶対そうしなきゃいけないってわけじゃないんですけど、僕がステッカー貼る順番としてはまず大きいのから貼ります。大きいのからレイアウトしていって、まずねこうやって並べるんでね、何にも貼ってない状態からどうやって貼ろうかなってこういう風にレイアウトっていうんですけど、こうやって並べて考えます。もうちょいこうずらしていこうかなとか、で、あ、だいたいこの辺で OK っていうのが決まってから一番大きいのから貼るようにしていってます。で、ちっちゃいの貼っちゃうとそれでもいいんですけど、大きいのを貼りに行った時にずらそうと思った時に、そのちっちゃいステッカーがもうちょいこの角度の方が良かったかなってずらそうと思ったら、このちっちゃいステッカーが邪魔でもうどうしようもできなくなっちゃうんですよね。なので結構大きいのからドンって貼っていって、こうやってなんかいろいろ貼っていった時に、あ、ちょっと隙間あるからちっちゃいの逆にここに入れようかなみたいな感じで後から修正が効きやすいので、僕は大きいのからドカンと貼るようにしています。はい、さあでは大きいのから貼っていきたいと思います。そう、お、皆さんありがとうございます。見ていただいて、あ、すごい、今日55名も見てもらってる、ありがとうございます。はい、日に日に、シーズン入ってなんかライブ配信の方も、見てくれてる人が増えてくれてるのですごく嬉しいなと思います。はい、ではどうしようかな、こう貼ろうかな、このぐらいの角度でちょっと斜めにね、ちょっと斜めまっすぐね、ちょっとだけ角度をつけて貼っていきたいと思います。このぐらい、はい、でまず一つ目のポイントです。はい、いいですか、メモしてくださいね。はい、まずドライヤー用意してください。板が冷たいままだとあのステッカー貼りづらいです、ね、板とステッカーの温度差ってあるんですよね。例えば僕これあの板を今車から持ってきた状態なんですけど、板が冷たい状態なんです。でステッカーは家の中にあったのでそこそこ暖かい状態なんですよね。でその状態で貼ってしまうと、もともと膨張率って聞いたことあると思うんですよね。皆さんあの暖かいものはブワッと、温かいものはブワッと広がって、冷たいものはギュッとちっちゃくなるっていうね。それが本当コンマ何ミリとかの単位であるんですけど、板とかステッカーにもそれがあります。なので温度差のあるものでもともと貼ってしまうと、貼った後に温度が変わった時にその部分でこうやってギュッとギュッとずれちゃうんですよね。例えば板が冷たい状態、ステッカーが温かい状態、貼ります、後から同じ温度になりますってことは板がぐわっと広がりますよね。そうするとこの下の状態で微妙にずれてる状態ね、ここでずれちゃうので、そこの粘着面というのが弱くなっちゃうので、どうせだったら同じ温度に、温めてあげたらいいですね。はい、なんで先にこれ別に熱くする必要ないですから、そこそこ温度を室温ぐらいにしてあげてください。はい、でこれヘアドライヤーですね、普通の何でもいいですよ。なんですかね、こういうこれ先っちょにブラシついてるタイプですけど、ブラシのついてるタイプでもいいですし、こういうなんですかね、鉄砲みたいな形の、ね、普通のヘアドライヤーでもいいですし、好きなやつ使ってあげてください。特にこれじゃないといけないっていうのはないです。はい、はい、でそこそこいいですね、いいですね。はい、そこそこに温めます。はい、じゃあ次汚れ落としましょう。これどっちもいいですね、汚れ落としからやってもいいです。汚れ落としからもやってもいいし、板温めてもいいし、どっちもいいです。はい、で汚れ落とし、はい、得意のリムーバー出てきます。はい、でこれで汚れを落としていきますね。すごく汚れってステッカーの裏の粘着面に貼り付いてしまうとペロペロ剥がれやすくなりますから、必ず板の汚れは落としてあげてください、ね。汚れ落とさずにステッカーを貼ってしまうと、セロハンテープの裏ね、手でペタペタペタって触った後に貼ろうとした状態ってペロンってすぐ剥がれますよね。それと同じ状態になってしまうので、なるべくというかね、油汚れだとかそういうものは完全に落とすことを考えてください。で使うのも、
こんな、ね、感じのリムーバーっていうのも何種類かあるんですけど、こっちは完全な汚れ落としです。完全な汚れ落とし。こっちは、ガリウムのやつなんですけど、ツーウェイクリーナーって書いてるんですけども、これは中にワックスも入ってる、リムーバーになります。汚れも落としつつワックスも、さらっとかけれますよっていう、ちょっとねワックスをかけるにはすごく便利なやつなんですが、ステッカーを貼るときにはすごく逆に邪魔になるリムーバーなので、このタイプではなくてこっちのタイプ、完全に汚れ落としますよっていうタイプを用意してあげてください。でこれは一般の人でも買えるので、これおすすめしてますね。スノーボードショップ行けば必ず手に入りますね。中にはなんですかね、車屋さんで働いてる人だとか、あとまあそういう工場系で働いてる人はもっと強い脱脂剤って言って油を落とすっていう有機溶剤を手に入れれる方もいらっしゃるので、その人はねそういうのを使ってあげてくださいね。ただ強いのを使いすぎちゃうと板の表面の材質自体が変質してしまう可能性もあるので、強すぎるものは、ご自身の責任という形でやってもらっていいです。それではまずこのリムーバーを使ってみます。リムーバーは、汚れを落とすのにパーッとまず巻きます。これはね液体のタイプなんで、これ適当でいいです。そんなに神経質にならないでください。でよいしょ、キッチンペーパー用意してあげてください。キッチンペーパーね、キッチンペーパーで薄く伸ばします。伸ばします。はい、でこれもこの板も、滑ってから1回も表をクリーニングしてないの。もうシーズン入って僕10回は行ったのかな、10回ぐらい滑りに行ってるんですが、まだ1回もね汚れ落としてないので、なんだかんだ結構汚れるはずでございます。でふきふきしてきます。こうやってね、シュッと、はい、わかるかな、これよいしょ、これ汚れましたよね、板の汚れ見えますかね、これここ、ね、拭くとこれだけ板に汚れがついています。でこの汚れがステッカーの裏についちゃうと剥がれやすくなるので、この汚れをしっかり落としてあげてください。でこれ今度ね違う面使ってもう一回きれいにしてみましょうね、はい、でまず剥がれないステッカーの貼り方の一番重要なのはこの汚れ落とし、ね、この汚れ落とししっかりやってあげてください。いかにきれいにするか、ここで手抜くと必ず剥がれます。必ず剥がれるので、よいしょ、もう端に貼りますから、今日はもうこの端の方もしっかりもう汚れ落としましょう。ギュ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 、ほらこうやってこんだけ汚れてるんですよ、なんだかんだで至って結局。なので雪って綺麗なように見えるんですけど、まあ、すごく綺麗なものではないですから、いろいろな汚れが、ね、ありますの で特にこの春先じゃねえや、春じゃないや、今のシーズンインの時期っていうのはまだまだ雪汚いです。正直雪が薄いので、雪が汚いので、滑ってると簡単に至って汚れちゃいますから、よし、これでもまだ汚れてます。にします。これね、今回実際このステッカー僕貼りましたら、そのまま明日から滑りますからね、実際ね、これ滑るんで僕も結構本気でやります。これで今日は、ライブ配信終わった後も僕夜ステッカー貼ろうかなと思ってますので、ステッカーね今日はテールの部分だけ仕上げたいなと思ってます。シュー、はい、だいぶ綺麗になりましたね。こんな感じでもうほとんどついてないような、ここですね、今やったここほとんどついてないような状態になりました、はい、ではこれで乾かしちゃいます。でそうっすよね、ここで乾かすんだから、結局板温めるの逆でいいです、ね、汚れ落としからやりましょう。汚れ落としやって温めながら
板を乾かす、ね、こっちの方が、効率的ですね。はい、はい、乾きました。はい、はい、綺麗になりました。はい、で次のポイントなんですが、あの手をきれいにして置いてあげてください。あのこれ僕もあの撮影前にあのしっかり洗ってきたんですけど、手の油汚れ、これ結構ね大敵です。で僕結構乾燥してるんで、手がもうあの最近あのなんですか、ひび割れするぐらいちょっとあの手乾燥してるんで、あの元々ちょっと油の分が少ないんであれなんですけど、あの逆にハンドクリームとか塗った後にやらないでくださいね。ハンドクリームとかやりながらこうやって板ペタ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 触ってる時点で、今油せっかく落としたのに板にまた油塗っちゃうことになるので、あの手はなるべく乾燥させた状態の方がいいです。はい、さあ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 、では続きまして、じゃじゃん、でっかいステッカー貼っていきたいと思います。でここにねこういう風にバコッと貼っていきたいと思うので、そうですね、うん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 、でちょっとね細工したいと思います。せっかくなんでね、このままドーンって貼るのもありなんですけど、ちょっとステッカーに細工を加えて、こういうねちょっと下のこの細かいロゴっていうのを一回切っちゃいたいと思います。これは後から、これねステッカーね、よく僕やるやつなんですけど、後から他のところに使える風にしちゃう。例えばこれはここに貼りつつ、こうやって切った方はここにこう貼るとかね、すると定番の貼り方よりもちょっと変化球でね、変化を加えて貼ることができるので、またちょっとそれもねおしゃれになりますから、ちょっとそれもねやってみてください。じゃあちょっとこれを切っちゃいます。はい、はい、次です。ここでね用意してもらいたいのが、はい、スクレーパーね、ワックスをかけるときに、あ、ワックスを剥がすときに使うスクレーパーです。これ用意してあげてください。これやるとすごく貼りやすいです。でどうしてもこのスクレーパーが手元にない人は、あのヘラだったらどうにかなります。あのヘラの代表的なものは定規だったりだとか、あと何ありますかね、なんか料理用のやつとかでもありますかね、あと100均行けば売ってますよね、なんかねそういうねヘラ、本当はステッカー貼る専門の専用のヘラっていうのも売ってるんですけど、なかなかそれはねステッカー貼るためだけには買えないと思うので、まあスノーボード用であればこのリムーバーじゃないけど、スクレーパー用意してあげるといいかなと思います。はい、でスクレーパーもこれワックスね使ってるので、ちゃんと油汚れを落としてあげましょう。はい、これも一緒です。リムーバー使いますね。よいしょ、リムーバーでしっかり、使う道具は基本的にはすべて、油汚れしっかり落としてあげてください。そうすることで、ステッカーに変な汚れがつくことを防げますから、しっかりこれは汚れをねこうやってキュッ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 と落としてあげるようにしてあげてください。ただこれはね実は自分はこのスクレーパーステッカー専用でいつも用意してるやつなので、まだね実はワックス剥がしたことのないスクレーパーですから綺麗な状態です。まあ、ちょっとね指紋とかはついてるので指紋とかだけ、ね、一回剥が綺麗にしようかなとは思ってますけど、ワックス剥がすときに本当に使ってる人は完全にワックスが落ちるまで綺麗にしてあげてください。はい、ではこれで貼っていきたいと思います。さあ緊張しますねこれね。はい、でまずこのカッティングステッカーって言われる、ね、レイトのやつとかでもそうですけどのはどういう仕組みになってるかっていうのを理解しておかないとステッカー貼れないので、これ理解しておいてくださいね。まずちょっと細かいやつ、こっちの方が、ね、青なんで分かりやすいと思うんで、ステッカーっていうのは三層構造になってます。はい、まず一番上のペロッとめくると、はい、こういう透明の部分、これが表側のフィルムになります。で下側のこの白いやつ、白だったり青だったりなんかね、いろいろ色は他にもありますけど、これが油が、ね、普通のシールついてますよね、貼っても剥がれやすくなるようにってなって、でこの
透明のやつにくっついてきてる色のついたやつ、これがステッカー 本体になります。なのでこれが実際貼るとこの透明のフィルムをペローンと剥がすことで、よいしょ、こういう風になります。透明のやつは透明のまんまで、これから剥がれてステッカー自体がこうやってもう一枚単体になるんですよね。そうすることで綺麗に貼れるようになってきますから、この3層構造になっているぞってことをまずね、しっかりと理解しておいてあげてください、はい、では行きたいと思います。貼りたいと思います、ね、右肩上がりで貼りたいですね、どうせだね、はい、でまずやるのは端から剥がします、ね、端から剥がす、一気に全部、ね、剥がさないようにしよう、全部剥がさないように、ペロッと端だけ剥がします。で貼っていく方をある程度の部分で止めておきます、止めておきます。そしてここから、はい、ペロンと一回軽く乗せてみます、ね、ここでいいのかなって、一回貼っちゃったら剥がすと剥がれやすくなっちゃうので、ここって決め打ちでもうなるべく一発で貼れるようにしていきましょう。で OK かなってなったら端だけペッやっちゃいます、ね、端だけペッ。でここからがスクレーパー出てきます。スクレーパーで見えるかな、こういう風に、よいしょ、これポイントですよ、空気を抜きながら板に貼っていきます。でこのスクレーパーの使い方は基本的には板の反りに合わせて、貼っていくと空気が抜けやすいです。で端から優しく優しくこすってあげてください。強くこするとステッカーって弱いので破けます。なので優しく優しくこすってあげてください。スーッとで少しずつ少しずつ油紙を引いていきます。また優しく優しく、でたまにここね、今シワ寄っちゃってるんですよ、ね、ここが剥がれた外に出た分ちょっとねずれちゃってシワが寄って、そこはねもうなるべく早い段階で修正してあげてください。後からやるよりも早い段階です。早い段階で一回剥がして修正をかけて、で OK ってなったらまた貼り続けます。で空気が入ってるなっていうのがポコ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 ちょっと浮いてるところがあるんで、そこはなるべく早いタイミングでそれも修正かけてしてあげてください。ちょっとこれは指でやったかな、はい、ちょっとこれ一箇所ちょっとぶつかってポコンと出っ張ってるところがあったのでそこを削っちゃいます。本当はこれ先やった方がいいですね。空気が入ってないかチェックしてあげながらやってあげてください。いいですね、いいですね。はい、スーッと割れました。はい。で、あっちこっちから斜めからチェックしてあげてくださいって、なんか通れた？違う、大丈夫。はい。はい、でここに空気入ってる、ここ空気入ってたらここから押します。キュッキュッとスクレーパーの端を使って押し出してあげる感じ、ね、これ結構僕も今真剣ですからね、押し出しながらちょっと剥がしてで、空気の層がステッカーと板の間に入っちゃうとその部分はステッカーが貼らさっていないことになりますから、
あの接着面積少なくなって剥がれやすくなりますので気をつけてください。なるべくこの空気をしっかりと抜いてあげるようにしてあげるね、今の段階で、はい、で気泡をちっちゃくしてあげてくださいね。集中すぎて言葉が少なくなってきたんですけど、もうちょい手元はね見えやすくカメラ設置しておくとかですね、ちょっとこれよいしょ、もう強引に抜きます。はい、こんな感じかな。あ、ちょっと失敗した。お、これ、ここ浮いてましたね。ちょっとしくりましたね。OKOKOK。さあ、こんな感じで空気を抜いていきます。はい、次圧着します、ね、これスクレーパーでシュッシュッシュッと空気を抜いていったら、はい、次圧着です。次は、さっき剥がしたこの油紙使います。油紙って滑りがいいので、こすったりとかするのに結構向いてるんですね。で、僕が使ってるのはいつもこのね、ナイフのこの柄の部分の鉄の丸い部分使ってるんですけど、他何代用できるか、なんかこういう滑らかな金属だとかガラスのものがあれば代用できます。それをステッカーの上に置いてこういうね、こすりまくってください。ギュ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 ッと、で圧着させます。まずは圧着です。でステッカー直でやっちゃうと傷つきやすいので、ちょっとねこれ一回挟んであげてください。あんま直でやりすぎて力かかりすぎて破けちゃう時があるので一枚かませてあげるといいですね。はい、できました。はい、でさあここからポイントです。このペロン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 、ちょっと端っこすぎる、この辺から、はい、ね、板からはみ出てる部分もありません。じゃあこれをどうするのかっていうことなんですけど、ここからが結構ポイントなんですが、スケートボードのデッキテープってありますよね、わかるかな、スケートボードのヤスリ側の方、あれの貼り方とね同じような感じで貼ると剥がれづらくなってきます。じゃあどうやって貼るかっていうと、まずねこの端っこをこの硬いやつで思いっきり擦りつけてください。そうすると板のこの端っこが浮き出てきます、ね、この部分がどんな感じの位置付けになってるかとかギュッと浮き出てきます、はい、こっちもこうやってこすってこすって、はい、この際の部分がギューッと浮き出てくるんですね、こうやってシュー、 OK、 そうですね、これちょっと見せた方がいいですね、ちょっと待ってくださいね、はい、一回片付けます、お待ちください。ステッカーの貼り方は正直絶対こうしなきゃいけないですよっていうのがないので、いろんな人いろんな人がいますから、いろんな貼り方あるので、水を使ってね貼る人も中にはいますから、車のねフィルムを貼るときみたいな感じで水張りって言って水で貼る人もいるので、いろんな人がいるので絶対そうしなきゃいけないですよっていうのはないですけど、よいしょ、こういう風にね貼ります。こうするこれね、ここ端っこ、よいしょ、ね、この辺こすったのでこういう風にかなり削れてるような状態になるんですね。ピューッとこう、もう浮き出てますね、グイーンと。
この部分をウィーンと擦ったのでくっきり浮き出てきましたね、はい、ここまで浮き上がらせるように擦ってあげてください、はい、で次はここまでいったらカッターナイフ準備します、はい、カッターナイフ準備します、はい、カッターナイフ準備してこれをカッターナイフで切っていきます。でこれはこのクリアの透明のフィルムごと切っていきます。フィルムごとこの板自体が定規だと思ってください。板に沿って板に沿わせてこれをスッと定規当ててちょっと待ってくださいね。隠れちゃうかな。手元が見せるのがちょっと難しいんですけどこれをスッと当てながらスーッとこれね撫でていくんですね。そうするとさっきこすったのでこすった分その部分だけがすごく弱くなってますから軽く引くだけで切れていきます。ペロンとこれこの部分切れちゃってますね。でこれで引いていくと板の、はい、形に合わせてこうやって切り取れます。簡単にね、はい、でこれはカッターの使い方は器用不器用がどうしてもあると思うので、もともと学校祭とかでも何か作らせたらうまいやつとかいましたよね。なのでどうしても綺麗にできる人とできない人出てきちゃうと思います。それはね個人差なんでしょうがないと思います。でこういう風に綺麗に丸く切れてるのか分かるでしょうかね。板に沿って、これはもう捨てちゃいます。いらないはみ出たのは捨てちゃいます。でそうするとどうなったかっていうとポン、はい、ほらくっきりくっきりくっきりね、しっかりとこの板通り切れたでしょうね。でここでもう次がもう一回こすりましょう。次ねフィルムを剥がすのでフィルムとステッカーがなるべくくっついてこないようにもう一回、ね、このね端っこをこすってあげてください。そうするとさっきのカッターで切った切れ目のとこが薄くなります。で板にねベトってくっつきやすくなってくるのでこの時点でもう一回圧着しといてください。キュッと OK、はい、でフィルムを剥がしていきたいと思います。フィルムはね端からいきます。端から優しく剥がしてあげてください。でフィルムの剥がす角度なんですけどこれここ重要です。おいしょ、見えますかね。このフィルム剥がすときにこういう風に剥がさないでください。こういう風に剥がすと圧でステッカーと一緒に剥がれます。なのでこう、ね、こういう風になるべく折ってこっち側に引いてあげる。ステッカーとこのフィルムをこっち側にギューッと板にペタッとこういう風にくっつけるぐらいのイメージ。こうやってくっつけるようなイメージでギューッと剥がしていくとステッカーが剥がれづらいです。逆にこれ板からグッと持ち上げて剥がすとこのフィルムと にもペタペタしてますからステッカーを持ち上げちゃう感じになっちゃってステッカーも剥がれてきちゃうんですよね。なのでなるべく板にペトッとくっつけるような感じで横に引っ張ってあげる。そうするとほら綺麗に剥がれてきます。いいですね。綺麗に剥がれてますね。はい、ということでちょっとやっていきますね。僕もはい、出てきて、よいしょ、はい、なんでこれを見ながらシューッと、でフィルムを剥がすとまた空気が入っているところが見えてくるのでそこがどこなのかをチェックしながら、あーちょっと今回雑でしたね、結構空気入っちゃってますね。まあいいっす。はい、こうやってフィルム剥がれてます、ね、はい、でこれ後でねちょっとね使うときあるので取っといてください、はい、でもう一回チェックします。この端っこがはみ出てるないとこないかなって確認してあげてください。こうやって見たときに例えばあるかな、失敗してるところ、うん、ちょっとここの部分はみ出てますね。ここカメラで多分ね全然わかんないと思うんですけどこの部分ね、こ
っち側にテロンってちょっとはみ出てるんですよね。でこの剥がれてるこっち側に折れてるのが下からこうやってくるとベロってこうやってステッカーが剥がれてくる原因になるんで、そこを取っちゃいます。なのでカッターを上から下に落とすような感じで切っていきます。で他にもちょっとね、そういうちょっとした細かいところのカスが外にはみ出てるところがあるので、こうやってねちょっとずつちょっとずつ余分な部分を切り落としていきます。そうするとこれわかんないね、映ってないですよね。はい、軽くねこうやって削れるんですよね。でカッターがちょっと古いカッターだったんであれなんですが、なるべく新しいカッター用意してあげてください。その方が切れ味がスムーズな方がステッカーの表端も綺麗になるんで剥がれづらいです。例えば板がちょっとデコボコしてる、ね、板とかも、これに熱をかけることによってそれにキュッとね張り付いていきやすくなりますから、もう熱ガンガンかけたことがあった。で熱をかけちょっとねドライヤーがってると声が届かないと思うんですが、で熱をかけていきます。今ね熱かけながら空気入ってるところをちょっとね押して一箇所に集めてます。空気をなるべく出したいので少しでもね一箇所に集めておきます。こっち。でドライヤーしかね多分家にないと思うので、はい、家にはね普通のドライヤーしかないと思うので、まずはねドライヤーで温めてください。でこれ去年も見てくれた人にはおすすめしてるやつなんですが、はい、出ます。ご存知の方は出ます。こっからよいしょ。はい、ドライヤーのお化けがいます。じゃじゃん。これはいヒートガンってやつ。これ髪の毛とかやったら髪の毛焦げるぐらい熱いやつになります。工業用のやつです。これなんかなんですかね、何の施工だっけな、忘れちゃった。なんかを施工するときとかに使うやつなんですよ。でなのでめちゃくちゃ熱い熱がブワーってここから出るやつになります。ただこれね Amazon とかで買うと、当時確か去年2000円ぐらいで買ったんですよ。すごい安いじゃない。ヘアドライヤーとかよりも逆に安いので、本格的なやつは高いんですけど、普通にステッカー貼るぐらいで使えるやつだったら全然安いのでいいので、ステッカーがっちり貼りたいなって人は用意するといいと思います。でこれで熱かけます、はい、わーっと。でこれ熱すぎて近くにやるとステッカーごと溶けちゃうので、あまり近くにやらないでください。はい、わーっとやっていくと、はい、すぐ分かります。熱かかってるのが一瞬でステッカーの表面が変わります。
ちっちゃい空気とかがね、本当にパッとなんかね、形が変わるんですよ、これかけると。で、これで熱を全体的にかけていきます。で、この端ね、端はより丁寧に熱かけてあげてください。はい、で熱をかけるとステッカーが板に貼り付きます。ベトッと貼り付きます。で、あのドライヤーしかない人はあの長時間頑張ってくださいね。今ちょっと時間短縮のためにヒートガン使ってますけど、普通のドライヤーしかない人は、ちょっとバーッと頑張ってなるべくね長く開けてください、はい。で実際もこんな感じになりました。でもうここまでなかなか見えないと思うんですけど、ところどころこうやって空気入ってるのは見えちゃってると思うんですね。ポコンポコンって、こことか、ね、ちょっと空気入ってるんで、今度は空気抜きたいと思います。ここを覚えてくださいね。空気入ってるのはポコーンとしてるところで、空気の抜き方は画鋲です。画鋲かなんかね、針でいいです。ちょっとこれいつもあのダーツで使ってる、ね、画鋲ですけど、これでさっきの空気入ったところに穴開けます。こうした方がいいですね。よいしょ、はい、この端っこにプツッと穴開けます。で逆側から押してきます。そうすると、はい、ちっちゃい穴から画鋲で開けた穴から空気が抜けていくので、でその穴に向かってどんどん押していって完全に抜いてあげる。すると、はい、見てください、ね、空気見えるかな、ね、なくなりましたよね。ここにもあったので、これもプツッと開けてあげて端から寄せていきます、はい。そうするとこれ空気が抜けます。で画鋲の穴だとちょっと穴大きくて目立つかもしれないんで、なんですか、あの縫い針とかちょっと細めの針の方がもしかしたらいいのかもしれないですけど、僕画鋲でしかやったことないので、縫い針とか手元にすぐないですから、全然画鋲でも目立たなくなります、はい。こんな感じで今ね、空気を丁寧に一個一個抜いていくような感じになりますね、はい。で全体的にその空気の入っているところを全部潰してあげてください。そうするだけで一気に剥がれづらくもなるし、見た目も綺麗になってくるので、はい、やってあげてください、はい。こうすることで、まあ、これで空気を全部一つ一つ抜けばもうほぼほぼ完成になってきますね。であとはこの辺をちょっと触ってあげて引っかかりないかな、さっきやったあの説明した雪が下からバーってきた時に引っかかりが出そうな場所がないかとかちゃんとチェックしてあげてください。ね、爪でこすってみて、そこで今この爪がこすった段階で引っかかってペロンって向けれるようだったら、滑ったら必ず剥がれます、ね、必ず剥がれます。なのでちょっとこうやって爪で今触ってあげて、引っかかるとこがあったらここありますね、ここ、はい、ここ削れました、ここ、あ、ここ削れてますね、はい、ここまで出っ張って下手くそなんでここ削れてやってるんで、ここもう一回こすったんですね、熱かけて、ここは大丈夫ですね。ちょっとここが下手くそですね。なのでだったらまたカッター持ってきて、出っ張ったところは削り取ってきます、はい。出っ張ってるところを削り取ってあげて、はい。で
硬いやつでこすって、しっかりこすって、はい、あ、OK、ね、そしたらもうこれで爪が引っかかんなりますから OK っていう感じでほぼほぼ完成になってきます。最後スクレーパーでパーンと当てて、こっちの方から面当ててこうやって削っていってあげてください。そうするとこうやってね、こうやって削っていきます。そうするとこうやってね、ちょっとステッカー削れるんですよ。ステッカーがこの端っこのいらないところが全部きれいに削れて、感じに仕上がります。いいですね、いいですね、はい、これで全部きれいになりました、はい、さあどうでしょう、見てください、はい、じゃじゃーん。でこれでスクレーパーで削った分だけ、この部分の R ね、この板の丸みとステッカーの丸みも全部合わさっていくので、カッターだとどうしても限界があるので、最後はスクレーパーでペーッと細かいところ削り取ってあげるといいと思いますね。このスクレーパーもデッキ側からソール側にこう押すように削ってあげてくださいね。下からこう持ち上げるように削っちゃうとステッカー剥がれちゃう時があるので、こういうふうに奥の方に奥の方に削ってあげるようにしてあげてください。はい、これで完成です、はい、そうすると、まあ、去年ね僕が貼ったあの板みたいに、ワンシーズン持ちましたよっていう貼り方になります、はい、であとはあのよくマニキュアをねこの縁に塗って水が入ってこないようにだとか、下からバーってくる、ね、雪面からくる圧力とかに、強くするっていうのもありです、ね、僕はやってないです実は、ね、僕はやってないです。でそうやってやるのもあれですし、なんだっけな、去年教えてもらったんですが、また名前忘れちゃった。それ専用のステッカーのこのね、その部分を縁をあのしっかり貼り付ける、専門の液体もありますから、それも Amazon で買えるので、あのなんだっけ、シーリングでしたっけ、そうそう、エッジシーラー、そうそうそう、高橋さんありがとうございます。そうエッジシーラーっていう、液体もね売ってるんですよ。専門のステッカーを、ステッカーのこの端を塗ることで剥がれなくするっていう液体も売ってるので、それを使ってあげるとより、剥がれないですよっていうのもありますので、ぜひ、ね、それエッジシーラーってやつを、Amazon で検索してもらって、買ってあげるといいかなと思います。ただ、ね、エッジシーラー塗ったりだとかあのマニキュア塗った時はどうしてもその部分がね光沢変わっちゃうんですよね。この端っこの板のこうあのステッカーの端に塗るので、その部分だけちょっと光沢感が出てしまったりとか、相当綺麗に塗らないと結構ねあのその人の性格出ちゃう感じ、あの筆で塗るんであのちょっと雑かなっていうのが見えてたりとかしちゃうので、ちょっとその部分もねあの気をつけて綺麗に塗ってあげるといいかなと思います。はい、以上となります。あれちょっとこれずれてる、カメラちょっとずれてる、こっちかな、この辺大丈夫かな、はい、まあ見えてますね、ステッカーのこの部分は見えてますね、はい、大丈夫だと思います。はい、という感じで、ステッカーはこれでバリン、でかいステッカー貼れますので、板からはみ出しながらね貼れますので、ぜひ、ね、やってみてあげてください、ね、あとはそこから例えばあのこういうね、いろんな他のステッカーとかを選んであげつつ、ポンとさらにはみ出して貼るとかいうね、レイアウトをしてもらえるといいかなと思います。あとどうしても細かいとかこういう、あーパーカント見えないか、まあ、レイトでいいや、レイトのこういうとことかみたいにね、こういうとことかみたいに細かいやつはあのどうしても剥がれやすくなってきますので、さっき
最初に説明した剥がれやすい場所にはなるべく貼らないでちょっとずらして貼ってあげる。ではみ出す場合はなるべく大きいステッカーをはみ出すようにしてあげると長持ちするようになりますので、その辺もね、選んでみてあげてください。はい、以上となります。では、本日の質問コーナーやっていきたいと思います。はい、質問ある方はポンと書き込みお願いします。あるかな今日は。でも今日そんなにね、多分質問ないと思うんですよ。ステッカーなんであるのかな。まあ他にも、なんかありましたらお願いします。なんだろうこれ。店でボード買った時についてくるんじゃないのかな。何がついてくるんだろう。ああ、ドットナインのステッカーですね。ドットナインはドットナインでしか多分買えないですね。お店さんの僕のサポートしてもらってるお店さんのあれなんで、はい、ステッカー欲しい方はドットナインに直接ぜひお願いします。はい。そうですね、ヒートガンです。はい、ヒートガン。はい。あ、V 管加工ってやつね。はい。そういうやつに使うやつです。ヒートガンでね。はい。なので、さてさん、リバースターンのコツを教えてください。そうですね。ちょっとね、今日ステッカー関係のやつがメインなんで、もし他にあんまりね、質問がなかったら、お答えします。そう、高橋さん、そうです。エッチシーラーに、そう、さっき説明したエッチシーラーですけど、これ、工業用のやつなんで、部屋密閉してやったら死んじゃいますからね。シンナとか、ああいうのと同じ部類になっちゃうので、死にはしないのかな、わかんないけど。半端ない強いらしいんで、僕使ってないですけど、半端ない強いらしいんで、匂いとかで多分頭いっちゃうんで、気をつけてください。換気扇とか窓開けてやるレベルですよね、多分ね。家だったら。ね、そのぐらいのレベルなんで、気をつけてあげてください。はい。お、今日は質問ないかな、あんまり。質問ある方、書き込みお願いします。そんなになさそうですね。はい。なければ、リバースターンのコツ、行ってみようかな。さあ、お、今日は質問そんなにないですね。前回がすごかったんで、ワックスの時はね。ワックスの方がみんな質問が多いのかな。はい。ではちょっとね、軽く、今質問ある方は、また書き込みお願いします。はい、書き込みお願いします。で、その間に、リバースターンの軽いコツをね、お伝えしていきたいなと思いますので、はい、ここで、ね、一気に、ね、変わっちゃいましたけど、内容ね、はい。リバースターンに関しては、これね、捨てちゃいますもん、はい。リバースターンに関しては、コツというか、まず根本的なところで、皆さんこれができてるかどうかをチェックしてもらいたいんですけど、リバースターンをやるときはフェイキ、後ろ向きですね、まあ、スイッチって呼ばれたりとかもしますけども、スイッチ、フェイキ、ね、レギュラーの人はグーフィー、グーフィーの人はレギュラーのカービングができてるかどうかをまずチェックしてあげてください。これ結構重要です、ね。リバースターンって後ろを向いて、入りはね180だとかそういうので入りますけど、そこから後ろを向きながらカービングをしていく動作になるので、そもそも後ろ向きの動作、要するにフェイキーでカービングができてるかっていうのがものすごく重要なんですね。その時のエッジの感覚が分かってないと、後ろ向きになってカービング切ろうとしてもエッジそのままずれちゃったりとか、ね、姿勢が、ま、分かんないから、カービングターンとは違う姿勢で、リバースターンをしに行ってしまったりだとか、してしまうので、まずリバースターンにトライしたい人はスイッチカービング、ね、フェイキーで滑ることを練習してあげてください。そうするだけでリバースターンものすごく理解しやすくなってきます、ね、まずそれをしっかりと練習するのが一つ、ね、でもう一つはリバースターンをやるときはコツとして必ずターンをイメージしてあげる、してあげてください。ターンをイメージ、ね、これどういうことかっていうと、リバースターンっていうのはターンってね、言ってますね。ターン。ね、ターンなんですよ、ね。技じゃないんですよ。リバーストイックではなくて、リバースターンなので、ターンの延長線上でやっていくものになります。なので、
カービングターンでこういうふうに S 字を描いてターンをしていくんだったら、その S 字の上でリバースしてあげて、その S 字に乗っかって、ターンを切っていってあげるようにイメージしてあげてください。このターンの S 字が狂わなければしっかりと、ターンあのリバースターンが乗っていけます。ただここがここからギューンってこっちに行ったりとか、ここからカクーンってこっちに、ね、曲がったりとかするようなラインを取ってリバースターンをやろうとしてしまうと変な方向に力かかっちゃいますから、あのターンにならないで、その後が180して後ろ向いて終わりみたいな、ね、感じになってしまいますから、あくまでもこの S の字、自分がどういう風にターンをしていきたいのかなっていう、ラインをしっかりイメージした上で、そこの上に乗っかって、沿ってあげて、ターンをしていってあげる、リバースターンをしていってあげる、そうすることがね、大切になってきます。それをやらないで180して後ろ向けばいいんだみたいにね、やっちゃうとそのままザザって血がずれて減速してしまったりだとか、ただ後ろ向いてペローンってね、長く後ろを向いて滑っていくだけになってしまったりとかするので、あくまでもターン、ね、これをイメージして上げるようにして上げてください、はい。で、まず3つのポイントね、してみます。あともう1つはリバースターンを180かけて振り向いた時の重心の位置、これはあくまでもさっき最初に説明したカービングターンね、なのでカービングターンをしていくところ、あのカービングターンをする重心の位置にないとダメなんですよ。ちょっと言葉が難しくてすいません、板の上に、重心って基本的に足と足の板があったら、足と足がこうありますよね。この足と足の間に重心がないと、ね、基本的にはカービングってできないですよね。ここから重心がこっちにずれちゃったりとかしたらノーズ浮いちゃいます。こっち側にこうずれたらテール浮いちゃいます。そうすると、はい、エッジにかかる圧がずれちゃうので、ベレッベレッって、ね、こういう風に雪の上で板がずれてしまうので、基本的には足と足の間で、足と足の間で微調整するのは雪質です。アイスバーンの時だったりだとか、パウダーの時だったりとか、シャバ雪の雪だったりとかで、この重心の位置っていうのは前後しますので、これは絶対ここっていうのはないんですけど、足と足の間に重心はあること意識して、たまにリバースターンするときにガッチリ振り向いちゃって、振り向くのが腰折れちゃってテールにねガバッと重心かけちゃってる人結構見るので、そうなってしまうとあのテールインだけ重心乗ってノーズに圧かかってないですから、カービングターンにならなくなってしまうので、足と足の間に、ね、重心を残すようにイメージしてあげると、あのリバースターンするともちゃんとカービングがピンと切れていくようになりますので、そこをチェックしてあげてみてください、はい。その3つをね押さえてあげるといいと思います。ただこれだけは違うんですか、カービングボードじゃなくてパウダーボードありますよね。テールのない板、テールのない板でリバースターンをやるときはもともと重心の位置っていうのが全く違うので、振り向いたときに要するにドーンってでっかい出っ張ってるノーズ側に体重グーッと乗せないとリバースターンにならないので、その時の姿勢とツインの板でやるときの姿勢は違うので、ここをねちょっとね結構間違いやすいところなので、そこはねちょっとチェックしながらやってあげるといいと思います。で、結構僕の動画見てくれてる人はツインの板乗ってる人ね多いと思いますので、ツインの板でやるときは足と足の間にね重心を乗ってエッジ全体に圧力がかかるように調整しながらやってあげるようにしてあげてください。そうするとねずれなくなってきます。はい、以上となります。はい、あ、質問が来てる、嬉しいですね。はい質問が来ました。まずは、はい、防水じゃないステッカーの場合はどうすればいいですか。はい、まずですね、防水じゃないステッカーはスノーボードに貼るようではもともとないので、そこはステッカーの種類っていうのがあります、ね、スノーボードに貼れるステッカーっていうのはもちろん耐水性あります。耐水性あります。で、次に耐光性、光にも強い、紫外線に強いですね。紫外線に当たっても変色しづらい素材を使ってます。で、室内用だとかノートとかにペタペタって貼れるようなステッカーっていうのは紫外線浴びると変色します。色薄くなったりとかしてるのって見たことありますよね。なんかね、そういうの色変わっちゃって紫外線とかで光が当たっていると、で、そういうのを外用なので紫外線が当たっても色が変わらないようにもともとなってる素材なんですよ、そういうスノーボード用のステッカーっていうのは。ただそれが耐水性じゃないステッカーっていうのはそういうのはされてないものが多いですから変色します。
日光が当たるとどんどん色が薄くなっていってしまったりだとか、色が変わっていってしまいますので、なのでもともとスノーボードに貼る用ではないっていうのがまず前提で思っておいてください。ただどうしてもそれを貼りたいっていう場合は、こういうカッティングステッカーっていうやつのクリア、透明のやつが売ってます。透明のやつ売ってます。車屋さん行くと買えます。車屋さんに行くとカッティングステッカーってカッティングシートっていうのがあのロールで売ってるんですね。で何メーター売りみたいな感じで、何センチくださいみたいな感じで売ってるんですけど、多分ね文房具屋さんでも売ってるのかな、多分車屋さんっていうか、カー用品店ね行くと売ってます、ね、そこ行って透明のやつを買ってくる。で透明のやつをその防水じゃないステッカーを貼った上に、まあある程度の大きさ、はみ出すように切ってあげて、それを貼ってあげて、今日やったのと同じような工程で空気をしっかり抜いてあげる。そうすると水が入ってこなくなるので、そのいう防水じゃないステッカーも防水加工ができるようになりますので、一応貼ることはできます。ただ光にはね弱いのは間違いないので、どうしても色は変わってくるかなとは思いますけど、そういう風に貼ってあげてみると良いかと思います、はい、で続きまして質問、板の盗難に気をつけて厳重に鍵をしているんですけど、タッキーさんはどのように盗難に気をつけていますか？はい、盗難はですね、まずワイヤーロック、これが一番手頃で手軽で、重要だと思うんですよね。でワイヤーロックの付け方に関しては、ワイヤーロックってスノーボード用でいいと思うんですよ。もう本当はね、自転車用とかバイク用とかを使ってる人もいるんですけど、僕はそこまで持って歩くのがまず無理なんで、いっぱい動きますから軽くないとダメなんで、ちっちゃいコンパクトなやつ使ってます。でそれをバインディングに通して、一人の場合は板を立てかけるバーありますよね、ゲレンデ行くと、それに一緒にくくりつけてあげる。でそれで持っていかないといけなくさせる。で人数が多い時は、何人かの人を抱き合わせて、ね、背中合わせ、ソールデッキ、ソールデッキ、ソールデッキっていう風に組み合わせて、ガシャッとその鍵で、一緒につけておいてあげる。でそうすると持っていけなくなる、持っこういう風に持たなきゃいけないですから、そんなの、ね、明らかにおかしいじゃないですか、ね、で周りがそういうのは持っていけなくするので、そこでどうにか防止するっていう形にはなってきます、ね、でそれでもねしょうがない、ワイヤー切られて盗まれることもあります、こればっかりはね。なのでそれはスノーボード保険に入って盗まれた時の、盗まれてしまった時に、しっかりと保険が効くように、準備しておくのが、大切なのかなと思いますね。本当はねこういうのはね本当に盗まれないっていうのが一番大切なんで、盗む人がいなくなるっていうのが一番大切なんですけど、こればっかりは僕たちがどうこうしてもならないね、モラル的な問題なので、この世の中にはそういう人たちが絶対いるので、自己防衛していくしかないですから、まず鍵をする。で、梅田さん、ニュートラルポジションってやつですか？ニュートラルポジション、ニュートラルリバースタンのやつですね。リバースタンのニュートラルポジション、まあまあそんな感じです。ただニュートラルポジションっていうのもスタンスだとか、ダックスタンスなのか前振りなのか何なのかでいろいろ変わりますから、その位置っていうのは絶対ここだよっていうのはないですからね、その人その人で違うので、その状態で、リバースターもその重心の位置をしっかりと意識しながらやっていくっていうのが、大切になっていくと思います。はいはいはい。フレックスは硬い板と柔らかい板でカービングすると、柔らかい板の方がどちらもやりにくいです。何かコツありますか？硬い板と柔らかい板でカービングがやりやすいやりづらいってあると思うんですよ。それはその板の特性なのでしょうがないですよね。硬い板でしっかりと安定感のある板っていうのはもちろんカービングがやりやすい、ね、で柔らかい板っていうのは柔らかい板っていうかね、その硬い板よりもカービング性能が劣る板にもし乗り比べたときは絶対そっちの方が劣るのはしょうがないですから、あとはもう技術でカバーするしかないですね。振動抑制をするのには膝を使って細かくちゃんと体で振動抑制をしてあげる。硬い板っていうのは板が振動をガッと、ね、抑制してくれるので体が楽ちんなんですよね。
でもその分柔らかいと板が暴れるんだったら、その暴れを自分の体で膝で吸収してあげる必要があるので、膝をより柔らかく使ってあげるだったりだとか、あの技術でカバーするしかないので、なんていうのコツっていうよりは板の性質に合わせた滑りをちゃんと自分で変えてあげれるようにしてあげて、あとは板の限界を知ってあげる、ね、あのこの硬い板でここまで攻めれたけど、この柔らかい板だと絶対ここまで攻めれないんだよなっていうのは絶対あるんですよ。これは僕もあのブラックデッキとあの TNT って乗り分けてますけど、あのブラックデッキで攻めれるカービングのスピードで TNT だったら絶対攻めれませんから、限界のところは限界値がもともと違うので、じゃあそこはもともと攻めない、ね、そこで攻めないでエッジがずれるんだったらそこは攻めないっていう選択肢も必要かなと思います。それは板の、ね、特性を理解しておくといいかなと思いますね、はい。TN デッキ、デッキのトップシートが欠けてしまいました、まあ、ぶつけたりとかねしたりとかそう思うんですよ。で欠けてしまった時はなんかいいね補修方法はありませんかっていうことなんですが、デッキ面の補修方法はエポキシ樹脂っていうので、補修することができます。ホームセンター行ったら売ってますね。ホームセンター行くとエポキシ樹脂っていう防水のボンドがあるんですよね。でそれは貼り付けるっていうよりはその欠けた部分にですかね、そのボンドを乗せておくとそれが固まっそのままそこで固まってその形になるっていうボンドがありますので、それを貼っておけばそれをつけておけば防水にもなりますから板が壊れづらくなりますので、エポキシ樹脂エポキシ樹脂っていうのを、ホームセンターで見つけてきて、それで直してあげるといいと思います。基本的にはね流しとかそういうホーローだったりとかっていうのを、水使うところでね使うボンドなので、もちろん防水になってますし、結構ね強いボンドになりますので、それを使ってあげてください。はい。はい、伊藤さん、はい、僕は大きい順から貼ってます、ね、大きいやつから貼っていって、その隙間のところとかに微調整するのに細かいのを貼るようにしていますね。はい、これは最初に石化の最初の方で説明したので、もしライブの最初の方を見ていないようだったら後で見直ししてもらえると、いいかと思います。はい。という形で、はい、では質問をここで落ち着きましたので、はい、今日は締め切りたいと思います。ありがとうございました。はい、ではすごい80人も見てくれてる、ありがとうございます、すごく嬉しいです。はい、では、次何でしたっけステッカーのありがとう終わったら抽選会ですね。抽選会本当ありがとうございます。今回、今回はどっちだどっちだ、これかこれですね、これ、はい、FTWO のブラックデッキ、ブラックデッキプレゼントね、はい、今回なんとすごいですよ、1750名の方にエントリーいただきました。本当にありがとうございます。僕自身も多すぎてちょっとびっくりしてます。はい、そんなにね、そんなにエントリーしてくれるんだったらちょっと僕も頑張ろうかなと思って、本当に今回は初の板プレゼントだったので、皆さん張り切って、ね、応募してくれたので本当に嬉しいと思います。はい、でもうね紙もこんな感じになってます。もうベロベロベローって多いんですよ、めちゃくちゃ。もうこんな感じです。もうベロベロベローっと、これ何枚もあるので、いつも通りダーツでやります。ダーツでやりますけども、まず1回目のダーツでどの紙の人にするか選びたいと思います。で2回目のダーツでその紙の中の誰になるかをチェックしたいと、チョイスしたいと思うので2回投げます。2回、はい、そう落ちたぞ。準備したいと思います。さあ、いいでしょうか、いいでしょうか、大丈夫ですか、見えてますか、はい、で、ダーツはダーツのダーツ、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 さっき空気抜くときに使って、パッタ、はい、では、では、はい、さあ、行ってみたいと思います。ああちょっとこの角度、ちょっとこの角度少し落ちないか、はい、はい、行きたいと思います。
ちゃんと刺さるでしょうか。3、2、1。おい、はい、刺さりました。まずこちらですね、こちらの方がこちらの髪の人に当たります。よいしょ。続きましてもう一回いきますよ。じゃじゃん。さあではこの中から、この中から FTW ブラック歴が当たるのは誰でしょうか。はい、たーさあ、赤ペン、どこ行った？この番号の方が当選です。さあ、ドキドキする瞬間です。さあ、はい、さあ、誰に当たったでしょうか。ここを準備するのを忘れてたので、ちょっと紙をね、変えてきます。さあ、いつもの前に前に出てから書きますかね。はい、さあ、いいでしょうか。番号は、はい、これ752-576-8170の方、おめでとうございます。さあ、ライブ見てくれてるかな。まあ、なかなかね、ライブ見ていていただいてる方が、当たることないんですが、どうせなんで見ててほしいですよね。見ててるか、見てくれている方が当たってくれると僕自身も嬉しく思います。はい、さあ、では誰に当たったのでしょうか。すごいですね、もう11時半ですいません、声がちょっとあれしましたけど、すごい時間経ってましたね。やりすぎましたね、ちょっとね。はい、752-576-8170ドン。おいしょ。はい、おめでとうございます。抽選会当選したのは清水さんになります。おめでとうございます。はい、というわけで、こちら、清水さんに、ね、後でメールさせていただきますので、発送先の、ね、ご住所など、返信お願いいたします。はい、それでは、今週もですね、こんな感じで抽選会に、ね、当たった方も、ね、本当におめでとうございます。はい、形で、では、よいしょ。来週というか、次回のプレゼントですね。次回のプレゼントは、抽選会は来週はお休みですね。来週クリスマスなんで、ちょっとお休みさせていただいて、年末の、何日だっけな、何日に予定してましたっけ。
大晦日の前の日だから30かな、30はね確かに土曜日なんですよ。なのでちょっとね、あの1日ずれて土曜日にやりたいと思いますので、お楽しみにしてください。で次のまたいた来ました、1000名超えたんでね、お約束通りいたもう1枚出しまーす、ね、またブラックデッキ、これね僕乗ってた板なんでステッカー貼ってます、ステッカー貼ってます、こうやってね、はい、ステッカー貼ってます、はい、で今日説明したみたいに、あの今日の貼り方するとこうやってね、はみ出して貼ってもこうやってはみ出して貼っても剥がれてないっていう、ね、感じなんで、ぜひ、ステッカー貼ったままプレゼントしますので楽しみにしていてください。ありがとうございます。はい、という形でぜひぜひ、あの今日はね、あのステッカーの貼り方いろいろとね説明させていただいたので、はい、どこ行ったかな、はい、レイトプロジェクトでもねいっぱいステッカー出してますから、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、これレイトストア、レイトのねオフィシャル、これすごいですよ、キラキラね、オフィシャルストアで発売されていますので、ぜひよろしくお願いします。これ何色だ、白ですね、白だったり青だったり黒だったり白だったり赤、ね、これ人気あるやつですね、はい、あの今完売してたステッカーも再入荷しましたので、もう一回ね、あれ欲しかったけどって逃しちゃった人はぜひねお願いします。はい、これ、ね、これ人気あるやつですね。レイトの、これも定番にもなっちゃいました。アイドルとイワファークステッカーです。はい。はい。あ、あります。はい。シュバと、これもドントライドイワラークになります。はい。ありがとうございました。じゃあ今日もね、長いお時間お付き合いありがとうございました。ちょっとね。本当に長すぎちゃってびっくりしちゃったんですけど、自分も、はい、でまた ぜひ、次回楽しみにしていてください。ありがとうございました。では来週もね思いっきり楽しんでいきましょう。乾杯。あー、うまい。それではまた来週。